へその国から23ブルーリッチ。この番組は富良野市の提供でお送りします。さて今日も始まりました、へその国から23ブルーリッチ。お送りしますのは地域おこし協力隊町田です。よろしくお願いします。ということで本日鈴木さんが、いらっしゃらないということで、鈴木さんの代わりに今日は特別ゲストが来ております。富良野ブルーリッチでスタジアム DJ をしてもらっている熊谷健太郎さんです。どうも、富良野ブルーリッチ専属スタジアム DJ の DJ 熊こと熊谷健太郎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、今日はスタッフの中で裏方の一人である、熊谷健太郎さんの素顔を暴いていこうかと。素顔をラジオで暴く？はい。見えないのに？はい。暴けるかな？大丈夫だと思います。暴けるかな？ということで、スタジアム DJ あんま聞き慣れないと思うので、まずどういう仕事かっていうのを少しちょっと説明してもらおうかなと思います。はい。スタジアム DJ、まあ簡単に言うと、あれですね、ウグイス嬢の男の子バージョン。試合の進行中に、まあ、例えばうちの選手でいうと1番ライト清水俊平みたいなことをやったりするのがスタジアム DJ ですね。まあ、あとは試合イニング間で球場のお客さんが退屈しないように音楽かけたりとか、あとはまあ特定のイニングとかになったりするとブルーリッチラッキーセブンとかやったりする。おそんなのがスタジアム DJ の仕事なんですが、私これのプロではないのでまあたまにね、一番清水のところを一番競り触っていったりとかもあるんですけどまあその辺はちょっと素人なんで多めに見ていただければなと思います。まあそんな感じです、ということで、熊谷健太郎さんですけど、まあ普段はスタジアム DJ として、ブルーリッチに携わってもらってますが、まあ、普段どういうことされてるのでしょうか。ホステルトマールという宿泊施設があるんですね、はい、私そこの従業員を普段はやっておりまして、まあ、日中清掃の業務をしたり、はたまた夜勤の巡回の仕事をしてみたり、まあ、普段は DJ 熊の姿ではない熊谷健太郎の時はですね、こうやってあのホステルトマールで働いてますので、まあ、ぜひ1階はねカフェラウンジを併設しておりますので、運が良ければ熊谷健太郎に会えるかもしれないです、はい、というわけで、はい、ありがとうございます。お聞きの通り、まあ、スタジアム球場ではスタジアム DJ としてアナウンスをしてもらいながら、まあ、普段はお仕事をされているということで、まあ、選手と同じような形でね、まあ、ブルーリッチに携わってもらっているということになります。はい、あだ名は何て呼ばれてるんでしょうか。あだ名はまあ挙げればキリがないほど私のあだ名はあるんですが、まあ DJ クマも言ってしまえばあだ名の一つですよねそうですね。まああとはね、私まあ熊谷という名字なので、そこを取ってクマとかクマさん、クマちゃんなんて呼ばれてたりもしますし、本名熊谷健太郎をギャッと縮めてクマ健なんて呼ばれてたりもしますし、はいはいはい、まああとね、特定の人、これは本当に特定の人だけなんですけど、はい、私目が細いんですよ、はい、目が細くてひげ面なんで、ただそれだけでも純日本人なのにチンギスハンって呼ばれてるんですよねどうもこれは消せないと、ずっと消せないんですよこれ目が細い、ひげ、まあ確かに特徴一致してる、ただそれだけでモンゴルの血なんて一滴も入ってないんですよなのにチンギスハン、まあ特定の人って言っても大野隆なんですけど、56番のあの人発信で、なんか知らないけどいろんなところに出歩いてて、その話が、はいはいはい、そうですね、 DJ クマかチンギスハンって呼んでもらえると嬉しいです、はいはい、みたいなので皆さん、あのトマール来ていただけたら、チンギスハンみたいな人がいたら、あのフラのブルーリッチでスタジアム DJ されてる方なんだなと思って、まあ、サインでも写真でももらってください。はい、ということで、まあ、何気ない話をちょっとしようと思う、はい、好きな食べ物とかはありますか。まあ中身は子供だからね、カレー、ハンバーグ、ラーメン、はい、白米かな。あ、なるほど。自炊とかはされますか。自炊はしますね、
僕趣味が結構あって、はい、まあ、まず一番に来るのはゲームなんですよ。野球じゃなくて、はい、野球ゲームだったんですよ今、はい、あ違うゲーム野球だったんですよ今まで、はいはい、で自炊するようになってからゲームと野球の間にもう料理が入ってくるぐらいそんなレベルで自炊をしてて、だからもう正直野球は3番手ぐらい位置づけになってしまったんですね。そんなレベルで自炊はしてます。ということで、あのさっき趣味の話をされてましたが、まあ、ゲームが一番に来るとこっていうことで、ゲームって何されるんですかね。結局パワフルプロ野球っていう野球ゲームなんですよね。だから結局野球結局野球なのかもしれない。なるほど。3番目に野球はいるけど、実質1番目にも曲がりしてんのかもしれない。まあでも他にもいろいろゲームはやりますよ。 RPG だったり、うん、まあちょっとガンシューティング系は苦手かなっていう。苦手そうですね。苦手、本当に。もうね、目の前にバッて敵がいてわーってなって、もう弾が一発も当たらずにやられるっていうのが、それを経験したから、あ、もうガンシューティングはやらない。はい、あとホラーゲームも苦手かな。あ、夜中に一人でできないわ、ホラーゲームは。熊谷健太郎さん、あのすごくビビりなのでおいボールが飛んできたりもすると一人でびっくり返って転がってるので、あの球場試合始まる前のこの球場のバッティング練習とかしたら一人で騒いでるんで、行ったらすぐ分かると思います。石だよ、だってほぼ石なんだから。ほぼ石がさ100キロぐらいで飛んでくるんだよ、それは怖いでしょうよ。はい、なんかすごい初心者みたいなこと言ってますけど、旧暦とかはどうなんですか。旧暦もね、そこまでみんなよりは短いんですよね。小学校の時6年間は何もスポーツやってなくて、で野球始めたのは中学生からなんですよ、はいはいはい、で中学高校までちゃんとやってたのは、なんで6年間しか野球はちゃんとやってないんで、はいはいはい、まあ実質素人ですよ。ほぼ素人です。で、なんでその感想を抱くのは間違いじゃないんですよ。ボール怖いもん、ね、公式野球なんか3年間しかやってないんだけど、中学は軟式だったので、3年間やって、公式はたったの3年間しかちゃんとやってないんだから、はいはい、そりゃ公式にはビビるよ。みたいなので、あのぜひ球場に足を運んでもらえると、まあ初心者ぐらいの方ともキャッチボールできるかなっていう機会はあると思います。ぜひ本部席覗いてみてキャッチボールしましょうとチンギスハンに言ってみてください。はい、ということでいろいろちょっと、DJ 熊こと熊谷健太郎さんの話をしてきました。なんか話し足りないことありますか。話し足りないことはまあ探せば山ほど出てくるんですけど、まあちょっと尺というものがわからない人間ではないので、やっぱり番組の尺的にもちょっとこれ以上やると2週連続とかになっちゃうかなと思うので、ちょっとそれくどいですね。今日はまあまあまあこの辺で勘弁しといてやろうと。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは次に8月の試合日程についてお知らせいたします。8月2日、南フランチョ湖畔球場で旭川ビースターズさんと試合があります。8月5日に予定されていたんですが変更となりまして、8月6日に、愛別球場で旭川ビースターズさんと、この日は11時プレイボールで、次戦が、8月12日芦別市民球場にて、旭川ビースターズさんとで、ここは連日となり、8月13日芦別市民球場で旭川ビースターズさんと試合ということで、8月始まって4試合は全て旭川ビースターズさんと試合ということになります。そして8月15日に芦別市民球場で砂川リバーズさんと試合、8月12、13、15と、ホームゲーム続きますので、ぜひ、足を運んでいただけると嬉しいです。そして8月19日愛別球場にて旭川ビースターズさんと試合があります。でここも連日となり、深川市民球場で砂川リバーズさんと、8月最後の試合が砂川市営球場にて砂川リバーズさんとの試合となっております。8月も試合数多くなってきてますので、まあ、来れる試合はぜひ皆さん来ていただいて、まあ、選手もそうですけど裏方の活躍、DJ 熊こと熊谷健太郎さんのアナウンスもぜひ聞きに来てください。間違いないから限界想定外。